高橋ダンですさてと昨日とっても面白いことが起きた、まず、米国株の半導体指数というのが急落したんですで、一緒に米国株も結構下がったで、半導体が下がるとやばいですよ、もう今、世界のセンダーは半導体で、なんで半導体が全部下がったというと、面白くオランダの ASML という巨大な半導体会社が間違って、 コープレットウェブサイトに早く決算を発表してしまったんです。完璧間違い、エラーだったんですね。ひどい決算を間違って発表して株価が16%と大暴落しました。はい。ありえない話ですよね。で、これを見るとチャートは半導体が下がると大体米国株紫は一緒に下がるので少し警戒感は僕は持ってる。一方でポストプライムのイザナビという新しい、まあ、あの予測をできるツールは米国株のシンナルが 昨日出ましたでこれ見ると今までこの赤が出た時は結構当たっています。どっちが合ってるのか。 今週の僕の展望を少ししていきたいと思います。まず皆さん、ポストプライムの業績とか決算いろいろと質問されてるけど、もちろんコーポレートウェブサイトのものを見てください。僕からコメント回答はできないです。ただし資料の一番最後のページ見てください。これが多分ビッグサプライズ、ポジティブです。思ったより以上早く開発が進んでます取引プラットフォームを 今期中、今期だよにリリースすること目標です。で、他の証券会社でないような特別機能も考えているので、楽しみにしてください。これはポストプライムの事業何倍も拡大させるような価値とポテンシャルがあると思います。あ,のあともう一つ皆さん、まあ、特にあと数日後で、ラ覧の3つの証券会社の口座開設のキャンペーンが、えー、証券会社で終わってしまうラストチャンスです。無料で口座開設すると3万円、つまり3万コインを無料でもらえる。 僕が動画で話し、銘柄も取引できるし、僕も使ってます。もうすぐ、このコインの支払いをキャンセルする証券会社もあるので、今回が本当にラストチャンス。数分間で終わるし、何も損はないので、概要欄のリンクでご覧ください。IG 証券とかインバーストとか SPI が3つ証券会社、一番上に概要欄の店舗にあります。So, まず1番目として、この ASML、これ巨大な会社ですよ。こんな話ありえるんですか Early publication of its results was due to a technical error which saw it erroneously publish the report on part of its website. <laughs> <laughs> こんな巨大な上場会社でこんなことありえるんですかっていう感じです。これ本当にでかい会社ですよ。多分ヨーロッパで一番でかい半導体会社、それぐらいのレベルです。で、こういうような巨大な ASML という伝統的な巨大な有名な会社がこういう間違いをして、かつ決算がすごくひどかった。特にこれから中国から来る売り上げがすごく 以前と比べて下方修正された。これが相場を今警戒感を持っている。いろんな国、アメリカも含めて中国に新しい生成とか関税とか規制を厳しくしている。ので、それを含めて昨日は特に米国株を見ると、ここの赤の半導体セクターがものすごく大きく全て銘柄で下がっていました。で、これがなんで大切かというと、半導体セクターは 米国株と非常に今連動をしています。半導体セクターがこの上の赤と緑のチャートですね。それと紫がアメリカの米国株のナズダック株価指数です。非常に連動している。もうほぼ一緒に動いています。つまり半導体株が下がると、米国株も下がる。日本株も下がる。本当に今世界のマーケットの中心と言っても過言ではないと思います。この半導体セクターの中身のウェイトは何なのか。一番大きなウェイトを 僕は黄色でハイライラトしましまた AMD、それと Broadcom と NVIDIA。ここの3つが一番大切で、一番ウェイティングが大きいということがここで見えます、はいで。この半導体セクターがどんどんと下がっていくと、 我々はこの3つの決算発表にやっぱりどうしても注目をしなくちゃいけないんですね。で、この3つの決算発表を日程を見ると、なんとまず、ネビディアの決算発表はもうちょっと先、まあ11月14日。しかしながら、AMD とか見ると、こちらがもうちょっと早く10月29日、もうすぐです。とこちら、ブログカムとか見ると、こちらは、うん、まあ11月5日か、もうちょっと時間があります。はい。まあなので、10月下旬ぐらいから、ここの半導体あたりの決算もどんどん どんどんとウエイト高いものも含めて決算発表が出てくる特に11月が中心なのでこれは確かにちょっと僕はまあ ある程度は警戒感を持っていますで。理由はちょっと様々あるんですけど、ま,あ、まず皆さん、大統領選挙っていうのがあと3週間後であります。ハリス対トランプがいつもの通りにもワクワクと2人同士で喧嘩してます。でこれが何ですごく大きいかというと、大統領選挙の年を1976年から見ると、この右のチャートの濃い青い線を見てください。イレクションイヤーの時には、11月の頭、10月のお尻が一番下がりやすいんです。 で大統領選挙じゃないときがこの水色で10月が下がる、ちょっとだけ違うんですね、これは。大統領選挙じゃないときは普通9月、10月、もうちょっと早く秋に下落が来る、だけど大統領選挙のときには本当に選挙の最後の1週間ぐらい前がドカンって下がりやすいんです。ってことだと、ちょうど今回のいろんな半導体の決算発表が始まるとき、まあ、真ん中の台風の目のときに、 大統領選挙で下がりやすいっていうこの50年間の傾向があります。 はい、確かにこれは少し僕は警戒をしています。ドカーンって急に1週間下がってもおかしくはないかもしれません。で、その上に、まあ、やっぱり大統領選挙の向かう4週間を見ると、平均に0.82%上がる。だから普通の大統領選挙じゃない時には、選挙日に向かって、この11月の頭には2%ぐらい上がるんですね。結構違います。まそもそもこれ、平均的に上がると言ってるんですけど、下がる場合は本当に下がります。 でその上に今はちょっともう一つあの警戒しているのは今日、バンク・アメリカメラレンチから出たのは機関投資家のキャッシュレベルポートフォリオで何現金を持っているかというのが今、3.9%でこれが1999年の24年間25年間から見るとすごく低い水準です。 現金がそもそももみんんななポートフォリオでで持っていないんですこういう時でちょっと危険ですね。ポートフォリオにある程度みんなが警戒感を持って、現金をいっぱい持っていると、マーケットは下がりにくいんです。なぜかというと、ちょっとでも下がるとみんなすぐ買いに行くんです。ただし今、フルスロードっていうんですけど、 完璧に全力で投資をしているので、現金がそもそもない。え、あと、まあ、個人投資家の家計の株の割合とか見ると、今、これも歴史的に高いです。もう本当に全力で投資しているので、現金も誰も貯めてないときは、僕は少し警戒がありますし、確かにアメリカ中央銀行は利下げをしているけれど、今回の利下げがスタートするときは、米国株の PER。まあ、フォワード1年先の PER っていうバリュエーションが22倍で、利下げがさあスタートするときは1964年から見ると一番 PER が高いんです。PR っていうのは株取引益を比べたバリュエーションの測り方です。まあ、そもそも言いたいのは今回利下げするんだけど、マーケット今はもうバカ高いです。超割高です。こんな時に利下げしても大きくマーケットを上げるような貢献度はないかもしれません。それが一方。で、面白くポストプライムでは今日、短期的に 買うっていうういいナナがが出ましたイザナビっていうものがあるんですねこれもリリースしたばかりウェブサイトで,で実は iPhone、Android でも間まもなくそこもリリースしますほとんどユーザーは iPhone、Android でこちらの方が買うっていうシグナル赤が出た時は今までは結構 こう当たってたんですね。例えば見てください。8月7日とか、このボトム超よく当てた。8月22日、特に9月の頭とか、特に9月の下旬ぐらいも、だいたいここは12時間から24時間の短期間の間では買うっていうシグナルはよく当たります。なのでこれ見て僕がちょっと考えてるのは、じゃあこの直近の短期間の数日間ではもしかして相場は反発して上がるかもしれない。だけど、 二週間後に急に下落が来るんじゃない かなっていうふうな想像もありえると思います。なぜかというと、今回は確かに ASML の決算発表が間違って早く出てひどかったんですけど、後の半導体株とか、実は後のハイテク会社も、ま,あ、まだ来週まで決算発表のはないので、当分のここの本当に今の今の数日間は、多分まあ反発というか、あの下落はしないじゃないかな。で、下落は後で来るというふうに、僕はちょっと今頭の中を妄想をしています。はい まあさてと、これを聞いて、じゃあ、ポートフォリオを何をするのか。あの 長期と短期多分別々だと思います。えー、まずちょっとこれは僕は見てると、えー、ちょっと短期投資から見ると、短期投資って本当は僕から見ると数日から数ヶ月間ですね。まあ僕はあまり今米国株は触っていません。なぜかというとちょっとトレンドがよく読めないので、読めない時にはもう触りません。で終わりです。で逆にすごくトレンドが読みやすいところを時々ちょこちょこと入れてます。コモルティとかその他とか。でこちらの方はポストプライムの方で僕は話してます。ライブ配信もしてますので、ガーロの方で短期 投資僕のポストプライ見てください長期投資の目線では、うん、まあねちょっとこれ見ていて僕は多分この米国株っていうのは一時的にどこかで下がると思う前に言ったように暴落はないと思うで下がり方がどれほど乱暴かっていうのは多分決算発表次第だと思うただし下落は来るような気がしますでこれが10%なのか5%なのかちょっとそもそも分からないけどそれが下がるときには多分株だけではなく 債権もコモディティも暗号資産もなんか全部一緒に連動してマクロ的にちょっとパニックで下がるんじゃないかなと思う。なぜかというと今そもそも基幹投資家の現金のレベルがすごく低い。現金のレベルが低いということは多分全部株だけじゃなくて下がりやすいです。ちょっとだけでもパニックが相場に来たら基幹投資家はちょっとずつ多分全部売ると思います。株もアメリカ株も日本株も新興国もコモディティもちょっとだけちょっとだけ売りましょうっていう考え方が多分イモーショナル的に出てくると思います。2020 14年はパフォーマンスがすごく強いです。なので、利確っていう考えが多分出てくるんじゃないかなと思います。で、その時に我々は買うべきかなと思うで、何を買うのか？まあ、米国株は20%ぐらい。下がったら僕はもっと買いますけど。それ？ ぐらい下がらなかったら多分買わないと思います。なぜかというとま、まだちょっと割高だと思います、米国株は。で、逆に、まあ、多分日本株はもっと買おうかなと思っています。えー、日本株の PER は12.37倍です。もうめちゃくちゃ低いです。えー、これはあの米国株のもう半分以下です。なるそこはまず狙っています。で、グロース250指数、マザーズ指数は5年間のこの下落トレンドをもうすぐ久しぶりに5年ぶりに この緑のラインを突破して上昇トレンドに僕はこれから数年間乗ると思います円高は日経とかトピックスを買ってはいかな,いいかなく円高はグロース指数中小企業の方が上がりやすいですまあそれはまだ信じてる債券うん債券は多分面白く多分そんなに今回決算発表の影響を受けないような気がするで特に2年国債は今下がってるので多分こちらはちょっと 別として考えて、まあ、決算発表がどうのこうの、大統領選挙がどうのこうの、多分そんな動かないと思うんですね、ほぼそう、これって中央銀行の施策だけで動いてると思うんです、で中央銀行の施策っていうのは、もう、利下げをすると、もうほ,ほとんど約束をしてるので、これちょっと下がってるときは、僕はもう今からでも買うチャンスだと思ってます、2年国債は、もう1年前から僕は言ってましたし、結構上がりましたけれどまだまだこの黄色い線まで上がると思ってます、長期的には上がれると思います。すごく安全な投資ほぼ100%で 上がると思います可能性はで最後にこのコモルティコモルティはちょっと銘柄によって動き方が違いますけれどコモルティは前言ったように株と比べて70年ぶりの割安、まあ、大体アメリカ中央銀行が利下げするとコモルティは上がる、まあ、同じストーリーですよね。で、今週ちょっと面白いのは、今、原油が結構下がり始めました。今週、特にイスラエルとイランの間の紛争、まあ、この戦争というのが少しだけ安定してたんですね。まあ、イイララエルが大きな報復をイランにするっていうの ま多分どんどんとなくなる可能性が出てきた。でそこで原油が少し反,あの反発じゃなくて下落をしてきた、まああの。もちろんこれ短期的な下落なんですけど、長期的に見ると原油とかこういうエネルギー商品はこの右のチャートを見るとアメリカドルが下がるとき、一番左見てください。原油、北海原油、ブランドクルール、ニューヨーク原油、クルールオイル、アンラッドガスリン、ヒーティングオイル。 エネルギー関連ですでこのチャートが何かというとアメリカドルが下がるときどのコモリティが一番上がりやすいのかを測っています。なので今短期的に原油すごく下がっているエネルギー下がっているけどもうちょっと1年間2年間の目線で見るとこれは とてもいい買いチャンスじゃないかなっていうふうには僕は思ってます。はい。別に10年間とか考えてないでしょ。僕が言ってるのは1年間、2年間です。10年後、もちろん太陽光とかいろんなエネルギーとか、えー、原子力とか出てきて、こういうエネルギー商品は多分伝統的ならどんどん捨てられると思います。ただし、1年間は投資の世界では長いです。1年間でドカーンって反発するのはまだ全然ありえると思うので、僕はちょっとそこちょこそこを狙ってます。やっぱりまあ、北海原油とか、こういうような。 ガソリンは僕はこの1年間では面白いと思う。あとパラジムもまだ面白いと思います。パラジムのチャートは結構セクシーだと思い、この5年間のチャートで見ると、ちゃんとしたこのスタビリティ、この平らのボトムをこの1年間作ってきましたので、はい。 ドルが下がるとき、パラジアムとか貴金属はすごく上がりやすいと思います。なので僕はまだそこを狙っていきたいかなというふうには思っています。まあ、あと、もちろん新興国は香港支出とかもまだ狙っているところです。で、皆さん、あのちょっと冒頭で言ったように、えーまあ、あと数日後で終わってしまう、この巨大な証券会社でコインを開設したら、えー、あの証券会社で口座開設したらもらえるというキャンペーンですね。今、特にこちらは、えーとまあ、僕があの話して、先ほど話してた銘柄、も対応できる証券会社 会社も含ままれてます例えば IG 証券だとアメリカ国債、日本国債、香港テクシス、ガソリン、原油、パラジウム全部取引できる。SPI とかインバーストも含まれています。でもう一度リマインダーですけど、これは終わります。このキャンペーン。あと数日後なのでラストチャンス、ガ概ンの方で無料で口座開設をして3万円、3万コインをゲットしてください。すぐ終わる。 何もトリックない、何も損がないです。なので、ガーランの方でご覧ください。最後に言いたいのは、<coughs> so, 米国株を僕はちょっとこの頃、マクロ的だけではなく、社会的にも 今研究をしています。ちょっと面白い観点から話させて,てください。僕は毎月いろんな本を読んでいる。えー、毎月いろんな、あのー、情報、論文、えー、も読んでいる。えー、毎日だいたい新聞も20個ぐらい程度読んでいるで。そもそも OK。じゃあ、米国株は僕は今ポートフォリオですごく低いんですね。たったの3%です。なんなのだんたった3%米国株をポートフォリオに持ってる。そんなのあんた本当に投資家なのかと思う方もいるかもしれない。えー、これまああの まず長期的に PER はもうめちゃくちゃ高いです。米国株は。今の時点で。 あの今の時点で僕が見ている米国株は30年ぶりの割高というのがちゃんと PER でこのチャートで見えますなのでそこは僕は間違ってないと思います、えー、ウォーレン・バフェットと同じく株の比率は特に米国株ですごく低くしているただし言いたいのは多分徐々には上がっていくと思うので、まあ、またもし 10%20% 程度の下落があったらこの3%をすぐに7%とか10%に上げる覚悟はしています、まあ、今米国株に に、対してのこの証拠金の割合、特にレバラージの割合がすごく低いです。特に黒い線を見ると。なので、こういう時には、特に相場っていうのは大暴落、50%暴落はもうないと思いますね。大暴落っていうのは、特に2000年の時とか、この2007年の時はこの黒い線がすごい高かった、2倍ぐらい以上だったんですね。今は1.4なんですよ。レバラージがそもそも今、相場体全体に低いので、 大きな暴落はないです。20%ぐらい下がったら僕は買いに行きたいというのがまず1点言いたいことです。あともう1点言いたいのは、今僕が見ているこのコールとプットオプション、ちょっとテクニカル的なんですけど、オプションというのは コールオプションというのが株を未来に買う権利。プットオプションというのが株を未来に売る権利で。実は株だけじゃなくてコモリティとか為替でもいろいろオプションはあります。まあ、言いたいのはこの買うというのがコール、プットというのが売るで。この割合を特にあのこの右のチャートで5日間の移動平均を米国株で見ると今ちょうどこのぐらいあたりにあるので、この測り方を見ると今下日本に行くとまあすごく強欲の相場。 上の方に行くとすごく恐怖がある相場、今ちょうど真ん中なんです、じり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 じじりり上がっていく、この下がってるチャート、階段のようにじりじり下がってるチャートは、すごく株価が。 つまんなく上がりやすい相場なんですテクニカル的に見るとこの恐怖指数っていうのは少しずつ波のようにこの3年間下がっているのでまだ下がる余地はあると思いますなのでここは多分いろんな方は多分見ていないと思うけどボラテリティとかこういうオプションの世界が本当に金額が普通の株より何倍ももっと大きいのでここを見るとまだいけるっていうふうはあると思いますあと、まあ、米国っていうのはそもそも G7、まあ あの主要国の中では、えーまあ、この経済の割合というのは、特にこの赤い線、ピンクの線を見ると、1990年からもうどん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 上がってます、そもそももともと40%程度だったのが、今60%程度になってますので、どんどん割合的には米国株はもっと大きくなってます、あと、労働者の生産性というのがすごく大切あの、経済学とかを大学で勉強した人たち、僕は勉強しましたけど、大体経済がポテンシャル的にあのどれぐらい上がれるかっていうのを はもちろんみんながどれだけ働いているかだけではなく、働き方と生産性です、まあ、1時間働いてどれぐらい経済に貢献できるかというのが単純な考え方です、なんでもちろん人口が多いと上がるけど、一人一人の生産性がすごく大切で、この右のチャートをやっぱり見ると、アメリカ赤はイギリス、ヨーロッパ、日本と比べて、まあ、日本すごい低いですね。 生産性がすすごい高い高んです効率的な働き方をしている、なでここがすごく大切、こういう効率性が高い生産性が高い国というのは大体どんどん,どん,どん伸びていく。 ですまあ、で最後にちょっと僕は毎日 AI と友達のように話しながら、記事とか論文読みながら、自分の結論を出そうとしている。で僕から見ると、ちょっと世界の歴史をこの頃読んでいます、まああの。ギリシャ時代からその次にパルジャ、その時にローマ、ビザンティン、えー、それと次に,その次に世界の大手パワーモンゴル・エンパイア、スペイン、ポルチュゴ、その後にオランダ、イギリス、えー、フランス、で最後に多分アメリカですね。それぞれの国の歴史をこの2000 1500年を見ると、それぞれの帝国、国は大体世界の中心の国は移民率がすごく高かったんです。This is a fact: どの国に見ても同じパターンがあるんです。移民率が高い。This is really important: つまり、野心的ないろんな人たちが集まってその国に行きたくなるんです。ですごく強い国になっちゃうんです。 はい、移民というのはとても難しいですよとても、僕も移民者です、そもそも日本で生まれたけど、ほとんどアメリカ人たち、もう自分が分からない世界に飛び込んで、ゼロからスタート、言語も分からない、文化も分からない、いろんなことが分からない、もう毎日フラストレーション抱えている、家族もいない、だけどガッツを持ってくる、でそういう人たちが多く集まった国というのは、歴史を見ると、 経済のスーーーパパーワになっている場合がありますで、今見てると、アメリカだと移民率が15%、しかもこれは30年後は20%になるという仕組みがあります、まあ。仕組みというか予測があります。もちろんトランプで一時的に下がるかもしれないけれど、30年間で見ると下がる可能性が、あつまり上がる可能性が高い。で、あと面白いのは、これを見ると、 サウジアラビアがすごく高い。38%。アフリカから,からの移民者がすごい高い。で、ここはいろんな人たちがあまり話してないんだけど、多分、経済ポテンシャルはすごくでかいと思います。で、あと、やっぱり経済ポテンシャルが、僕はそんなに高くないのは、やはり移民率が低い国だと思います。まあ、日本とか、こういうメキシコとか、トルコとか、韓国とか、まあ、いろんな話題があるんだけど、移民率がそもそも低い国だと、 歴史を見ると世界の中心にはもうならないです。無理です。はい。あと中国、インドもいろんな人たちが、まあ、これから経済がすごく上がると言ってる確かに経済はスーパーパワーになると思う。特に中国が多分最初にアメリカを経済の,、まあ、あの全体の価値として2030年、2年ぐらいに突破すると思います。で、インドがその後に多分2040年ぐらいにアメリカを突破すると思うただし移民率が見てこれ、0.4%、0.1%でしょ。移民者がいないんです。誰も行きたくないんです。外国人は今の 程度そういう観点から見ると世界のてっぺんにはいかないです。歴史を見ると2500年の歴史を見るとずっと2位のままか3位のままになります。こういう観点から見るとアメリカを突破できるような1位の国はまだ今いないです。僕が見ているところ。なので別にアメリカがすごいと言っているわけではない。まあ、もしかしてサウジア,アラビアとか本当に移民率が増えたら。 突破する可能性がある。でも今はあのすごい経済の差がでかいです。なので30年間で見るとおそらくどんどんと今みたいな流れとしていろいろと高度人材がアメリカとかに移民を増えていきたら多分まだ世界のトップに国になると思います。なので僕がこの長い結論で言いたいのはまず日本は移民をしないと本当に超やばいです。本当に超やばい。 で、もう一つ言いたいのは、米国株は僕は30年間で見ると、これからも何倍、何十倍も上がると思います。ただし、今、直近というのは、この PER を見ると、とても高いと思っています。えー、なので、この PER がとても高いときには、ポートフォリオの割合は小さくしていいと思いますし、これはまた必ずどこかの段階で下がると思うので、米国株がまた安くなったら、 ポートフォリオの30%もしくは50%を全部米国株にする可能性は全然ありえると思います。なののでそこをちょっと、まあ、僕の 超長期の考え、30年間の考え、長期的な考え、つまりこの1年から5年間の考え、それと短期間の考え、数日から数ヶ月間、全部分かれてフェーズフェスに僕は歴史を見ていろいろと検討していることを皆さんにお伝えをしたかったです。ちょっと長い、どうでもいい話かもしれませんけど、まあ歴史っていうのは面白いし、これは相場と経済とあなたの資産とすごく連動しているので知ってほしかった情報であります。Thanks so much, guys。特にあのポストプライムの方でもこういう有益な情報、特に資産を2、3 僕はここだけに投資すれば実は今できると思っているこれはプライムプラスで話しているのでぜひ僕のチャンネルも無料体験もガーロンの方でしてくださいポストプライムのこれからの新規事業など取引プラットフォームも、えーま、ぜひ皆さんあの楽しみにしてくださいそれとラストチャンス、えー、証券会社の講座解説も無料でできてこれがあと数日後で終わるのでガーロンの方で検討してください宣伝多くてすいませんいろいろと僕は特に、えー、責任が多いです、えー、だけど 良い情報を YouTube のみんなに伝えるというのはまだ忘れてませんし、これから新しい施策も作ろうかなということも検討しているので、ぜひまだ YouTube、フォローボタン、登録ボタンを押していない人たちは押してお願いします。これから新しいテーマ、新しいコンテンツ、インタビュー、専門家を呼んで、僕はいろんなテーマを実は話せると思っています、金融以外にも。なので、そういうちょっとあの未来を見て、我々の、えー、皆さん、すべてみんなの頭の能力、価値、ヒューマンリタラシー、ヒューマンインテリジェンス、AI、 アーティフィシャルですね。ヒューミンインタリジェンスを上げていけるようなチャンネルを僕は国際的に作りたいと思いますね。日本の専門家だけではなく、外国人の専門家を呼んで、僕は国こ,こが英語なので、英語でインタビューもして、このチャンネルで通訳しながら、みんなにこういう情報も共有はいつかしたいかなと思っています。これからも応援よろしくありがとうございます。